やりましたね。やりました。今日はどういう組み立てだったんですか。いやもう先行してくれるってことやったんで、まあできることやろうって感じですね。スタートだけ中断取れて、まあ、連日車番が良かったんで良かったです。もう競輪だっていう感じの、しっかり仕事して仕事して最後仲間とも、うん、いやあそこは司教じゃないと思ったんで。ああなるほど。司教結構うちが開けてしまったから、多分司教がうち行ってると思ったから見えてなくて、新井さんかなと思ってちょっと体寄せに行ったら当たった時に司教って言ってたんでなるほど。失敗しました。あでもこれ1着で22ポイントまあほぼ来ましたね。遠かけたら嬉しいですけどね、まあ、去年が20と21ぐらいだったんで、22はさすがにいけると思います。やっぱりね、古き良き麻雀の人たちと関わってるんで、今もしっかり頑張りますなるほど。まあこれで明日休んで、はい、まあ、また明後日からって形になりますけど、はい、何かいじったりとか。いや、しっかり休みます。ちょっと昨日、今日とはもう自分のスピードの域を超えてるんで休みます。では3走目以降へ向けて、トリムの水飲んでしっかり休みます。おはようございます。